よね。はい、そうすると佐藤君、普段の勉強に何を意識して勉強するの？出題者の立場に立つ。普段の勉強の時に2つ以上の方法が出てきたら比較するってことじゃん。比較する、この問題とこの問題同じところと違うのどこや、この方法とこの方法同じところと違うのどこやっていうのを考える。ただ単に計算方法を暗記するんじゃなくて考える。なんでこれ残存価格入ってねえんだって考える。じゃあこれ最後まで計算するとどうなんだって考える。自分で仮説を立てる。そういうふうにやっていくと考える力がどんな問題が出てきても応用が効くわけですよ。全部対応できると。で、君が欲しいのはそういうものじゃないか。じゃあ全く同じ問題解けるって能力、そう、違うな。初見の問題が出てきても解けるっていう能力が一番欲しいわ。そうすると安心する。一番安心するのはそれだから。どんな問題が出てきても安心して、あ、この人はこういうふうにやればいいんちゃうかってね、で読み取る。これが一番身につけてほしい能力なんだよ、お教授としてね。はい、だからとにかく佐藤君考えるってことだ。で、そのためには具体的には比較するってことだ。比較する、これやったとこれが汚くなるから。はい、ということでね、107回